はい、こんばんは、こてつチャンネルようこそということで、この間はお散歩動画で出たんですけどね、こてつです。ちょっとね、こてつの悲しいお知らせを、したいなと思います。撮るつもりじゃなかったんですけど、動画を撮ってるといつものにね、足元のところに来てガリガリしだしたんで、出演するというのでね、やってますけれども、はい、実はですね、こてつ怪我をしました。散歩といってもね、家の周りね、いつもの、日課の散歩、帰ってきてね、リードを外したらね、家の中ビャーっと一回走って戻ってくるっていうのが定番なんですけども、一回ビャーっと家の中走っていって、で戻ってくるあたりでね、ちょうど後ろ向いてたんですけどね、後ろ向いてリード片付けたりしてたら、キャンと泣きました。キャンと泣いてね、足を引きずってるんでね、これは捻挫でもしたんかなと思って、ちょっとね、俺の部屋ね、変わってますんで、段差があったりするんですけどね、キャンと言いました。なので、足引きずってるんで、やばいなと思ったんですけどね、ちょうどその日はね、あれだったんですよね、祝日だったんで、23日の祝日だったんで、病院が開いてませんでした。まあちょっと様子見るかっていうことでね、24日の朝から行ってきたんですけども、診察をするとね、捻挫とか軽い症状だと思ってたんですけどね、なんか靭帯が切れているということで、とても大変な重症でした。ほんでね、結局その病院では処置できないんでね、とりあえず大きな病院を紹介してもらって、今そのね、いつ診察行けるか、調整中なんですが、はい、こてつ元気がないと思いますね。ちょっと元気がないです。ただご飯食べるときはね、いつも通りおやつくれって大暴れしてますから、まあそういうところは元気なんですけども、やっぱりね、ちょっとね、いつも元気にしてるこてつが元気がないのは、悲しいですし、だから靭帯切れてね、手術をしないといけないですね。なんか器具を埋め込まないといけないみたいなんで、これはちょっと大手術になるので、手術しないで、日にち薬で治すということも、症状は良くなってね、また歩けるようになるらしいんですけども、完全にね、治療するわけじゃないんで、ちょっととても悩みどころです。でもね、説明聞いてましたね、かなり、器具をね、骨に埋め込むみたいな感じになるみたいなんで、それはそれでね、ちょっと手術的にも心配なので、今とても悩んでますが、まあとりあえずですね、その大きな病院でね、見てもらってからにしようと思ってね、ちょっと今はこてつ、毎日安静にして、過ごしている状態です。なので、当分、お散歩動画ありませんので、申し訳ないんですが、そのつもりでいてください。はい、またこてつのね、闘病生活はまあちょっと報告はね、ポチポチしていこうとは思うんですけどね、まあ、あんまりね、いい話題じゃないので、あんまりネタにするのは良くないんですけども、はい、まあとりあえず、こてつがガリガリしたので皆さんにも報告しておきます。はい、最近ずっとね、そのことばかり考えてますから。それマラソンのね、前日にね病院行ったんですけどね、はい、もうマラソン走ってる時もね、こてつが気になって走ってた感じはあるんですけども、はい、そんな感じでね、ちょっと悲しいお知らせというかね、残念なお知らせです。はい。やっぱりね、ダイエットしてくださいっていうのはね、言われてしまったので、ちょっと本格的なこてつダイエット計画を、うちに来た時よりね、1キロ減ってますからね、犬の1キロは結構な、割合ですから、目標としてはもう1キロぐらい落とさなあかんかなと思ってるんですけどね、ちょっとダイエットも、合わせて頑張りたいなと思います。はい、ということでこてつチャンネルでした。それではバイバイ。はい、こてつもちょっと元気ないですけど、バイバイ。